い、それでは回答解説に参りましょう。はい、場面ご覧ください。はい、もう答えは書いてあります。はい、アットワンズベストというのは、最高の状態だ、最高の状態であるという意味を表す熟語だったのです。はい、これを当てはめるだけ。The park is at its best in autumn 秋。その、こういうのは秋が最高だということですね。はい、こんな英文になるということです。はい、これだけです。はい、次。At the best。これは最高でも、最良でも、最も良くてもとかそんな意味ですね。せいぜいと。ベストですから、まあ、言い悪いになるんですが。I will get an average mark at best。最良でも平均点って感じですね。平均点を取るだろうと。せいぜい平均点しか取れないだろうと。こういう意味になるということですね。はい。よろしいでしょうか。はい。こんな風に、熟語で使うんだよという声だけです。だまあ、受験問題だったらこういうとこ消えるんですね。入れろと。3を入れろと。ここ消えたりとかですね。ここ消えたりとかするんですね。なんか入れろっていう問題の時にちゃんと入れられるかどうかですね。よろしいでしょうか。ちゃんと使い分けできるようになってもらえればと思います。以上です。よろしいでしょうか。はい、それでは次回までの宿題と以上を出しましょう。はい、盤面ご覧ください。はい、2つ、熟語を覚えてほしいんですけど、1個目が at the most。はい、the はあってもなくてもいい。下は at the least。the はあってもなくてもいいですね。はい、まあ、most と least と、全く逆。多い、少ないって感じですけどね。はい、で、最上級ですからね。いいですか。はい。それを踏まえて、はい、こんな英文を作りました。He has at most 10,000 円。はい。さあ、この意味を考えてください。で、イコール、He has、なんとかなんとかなんとか、10,000 円。書き換え問題やゲームですね。はい。今までやった知識でできます。もう一問。at the least, 点点点。これの意味を、まあ、辞書で調べていいですから、調べていただいて、he has at least, 10,000 点。もうここだけが仕事ですね。はい。で、やっぱり書き換え問題がありまして、he has なんとかなんとかなんとか10,000 点。はい。これもやった知識でできます。なんか覚えないですかね。なんかちょっと前に苦労した覚えがある気がする人がいると思うんですよ。はい。それを踏まえてお答え作っていただければと思います。はい、いいですか？これだけですよ。はい、今からメッセンジャーやってる方は、これね、お答え作ってください。調べていいですからね、調べてお答えを作ってください。はい、それ以外の方もね、ちゃんとね、調べていいんで、調べた後で、お答え作って、それで、次回のビデオをお楽しみにしてください。